あ、もう早速点が動いてるということですね。そうですね、得点がもう早速生まれていますね。アーセナル VS アーセナルというカードですが、はい、ちょっとねお互いのフォーメーションだったりとかこう途中で、ね、選手交代するときなどに映るかなと思うのでそこで確認できればなと思うんですけども、このあと準備ができ次第ですね、どちらの選手がどちらのチームを使っているかという名前と写真入りの、はい、ものも表記をさせていただきます。ただいま準備をさせていただきますので、はい、少々お待ちください。これ今アウェイの方が決めてたのでシャガムーン選手が決めてたんじゃないかなと思うんですけども、もしかしたらそうかもしれませんね。こちらに今入ってきている情報ですと、まあ、マヤゲカ選手 VS シャガムーン選手という並びですが、あ、そう、あ、やはり、ま、あでマヤゲカさんがそうですね最初に得点を決めたという形になりますね。今下に出ている情報ですと、はい、赤のユニフォーム、アーセナルのホームのユニフォームがマヤゲカ選手、はい、そしてアウェーのユニフォームがシャガムーン選手ということですから、これそうですね、今先に得点を決めたのがシャガムーン選手ということになりますね。下の表記で見るとマヤゲカさんが1点決めているというふうに見えますけど、シャガムーン選手が1点ではない。このあたり今少し調整中ということでございまして、はい、申し訳ございません。おっと追加点が生まれました。これ同点ですよね。あの先ほどアウェーゴールのアウェーのユニフォームの方が決めてたので、まあ、今決めたのがおそらくマヤゲカさんなんじゃないかな。やはり先制点はシャガムーン選手だったかなと思います。今のはじゃあよし決まったという安堵の表情ですだと思うんですよねちょどっちがどっちも分からないので表情で読み取るしかないというすみません、今裏のスタッフが一生懸命準備をしておりますので、もう少々お待ちください。まあ、でも情報通りホームのこのね、今決めたのが眉毛がさんじゃないかと、選手ということで良さそうですね、はい、ね、はい、ただまあこのあたりやはりさすがですよね。あの結構早い段階でね決められると結構辛いんですけど、そこでもう落ち込むことなくねしっかり次の1点を見据えてたのかなと思いますね。立ち上がりのやっぱり入り方、さらに先制点、ここは大きいですもんね。そうですね、でも先制点取られるとやはりそのゲームの組み立て方っていうのをどんどん相手に主導権握られていくので、うん、そこをどう切り替えていくのかって難しいですね。まあ、このあたりは百戦錬磨、さまざまな大会を戦ってきているマヤゲカ選手、はい、うん、昨年のペスリーグ2018は日本代表としてソフィア選手とともに、はい、ワールドファイナルに駒を進めて戦った選手でもあります、うん、日本を代表するマヤゲカ選手ですけれども、このあたりは経験値でしっかりと焦ることなく、いいですね、今のも、ね、キックフェイントでうまく剥がしたんですがちょっと伸びてしまいましたね。相手あたりもトラップ間際にシュートのゲージを貯めてバツボタンでキャンセル、キックフェイントを入れることによってちょっと相手のディフェンスの足を止めることができるんですよね。さあ現在スコアは1対1となっています。はい、こちらも日韓戦ということで、マヤゲカ選手 VS シャガムーン選手は韓国の選手ですけれども、マヤゲカ選手が25歳、そしてシャガムーン選手が、30歳と、5歳の年齢差がある戦いとなっています。さあ立ち上がりからご覧になってマヤゲカ選手の戦い方いかがでしょう。まあ、あの結構シンプルにあのもうゴールが打てるというかパスが出せそうだったら割ともう五分五分でもあまり慎重になりすぎずにゴールに向かっていくようなパス回しが見られるかなというふうに思いますね。あまり横パスなど使って時間をかけるというような感じじゃなさそうな気がしますね。このあたり何か狙いがあるんですかね。まあ、でも本当にこう、おっと、多いパスが裏に出ました。いいですね。さあムヒタリアンがフリーの状態で打ちましたが、これキーパー好セーブ。いや今ねチェフラスタが出ましたね。守備的ゴールキーパーというスキルがあるんですけども、それによってこう飛び出さなかったのでちょっとシュート打つ方は、ね、最後までこう見極めないといけなかったんですけど、若干ちょっとチェフの、ね、動きの逆をつけなかったので決めることができませんでしたね。いや今のもね、ただそのシャガムーン選手の良かったのは前下選手が足元へのボールをパスを読んで前に入ってこようとしたところにスルーパス、はい、だったのでああいった風に裏を取ることができたと。マヤゲカ選手も非常にあのディフェンスも安定のある選手ですけど、そのあたり相手の動きを見ながら、そうですね、あこれチャンスですよ上が、うん、そうですね、さあ1枚中にいます。右サイドクロスを上げてきて、キーパーの起用も、ね、両手で違いますよね。シャガムーン選手はレイの選手、レイの選手はどちらかというと先ほどの守備的な、はい、チェフに対しては攻撃的なキーパーということで、はい、飛び出しが本当にいいので、まあ、スルーパスなどの
スペースあボールに対してすごくいい反応してくれますね。さあ前半38分です。ここまで1対1、いい試合になってますね。うん、そうですね。シャガムン選手はやはりその前下選手の守備の硬さっていうのは理解していると思うので、まあ、どちらかといえばちょっと慎重に相手の動きを見ながら、まあ、リスクのないパス回しをしていこうというような狙いがあるのかなというふうに見受けられますね。さあ左サイドからの攻撃ですが、ラストパスが通りませんでした。奪って早く前にかかりますね。うん、そうですね。さあこの辺り細かいスペースですが、つないできます。ラカゼットからイオミにつながる。さあチャンスだ。フライする通ればというところでしたが、今のも狙いは完璧だったんで、まあ、当たらなければもう、ね、1点というのがおかしくなかったかなと思いますね。シャガムン選手のディフェンスの対応はいかがでしょう。そうですね、まあ、前下下選手のさあ左サイドからこれは切れていきます。まあ、ちょっとね、あの前下下選手の攻撃に対してまだあのちょっと癖というか、そこをまだ掴みきれてないのかなというふうに思うので、さあ後半キックオフです。このあたりですね、こうドリブルで、ね、簡単にパスを出してこないので、まあ、ちょっと我慢のディフェンスというのも前下下選手は必要になってくるかなと思うんですけども。さあエンドが入れ替わりまして、左から右に、攻めます。アウェーのユニフォーム、紫色のユニフォームがシャガムン選手、右から左に攻める赤のユニフォームがマヤデカ選手です。いいタイミング。さあこの時間シャガムン選手が一つ形を作ってきました。左サイドからの崩し、あちょっとこれはここは珍しいミスになってしまったが、こういったところは気をつけなければいけない。おーっ と救われました。いや今のチェフがよく触りましたね。危なかったですね、触られてればちょっともうね今の1点だったでしょうね。非常にらしくないミスだったというか、そうですね、まあ、やはりその初戦ということもあってちょっと硬さも残っているのかもしれないですね。さあ54分です。ここも右サイドからシャガムン選手がいい崩しになる、裏へ狙ったふわりと浮かしたボールでしたけども、これはしっかりとディフェンス対応してま す, そうです、ね、徐々にリズム出てきてますよね。シャガムン選手両選手同じアーセナルというチームを使っているんですけれども、はい、選手の起用だったりフォーメーション、このあたりいかがでしょうか。まあそうですね、お互い、まあ、シャガムン、さあこれはチャンスになるか、うん、イオビが中を狙ったボールでしたけど、ね、さあですがここ、いやいいですね、この辺のポジション、前下下選手打てるかと、ここは盛り返して、今のねパス良かったんですけど、ちょっと流れてしまいましたよね、奥まで。ちょっと強かったですかね、イメージよりちょっとね長かったのかなと。あの辺もねパスのゲージの強さだったりがすごいシビアなので難しいですよね。さあニアから狙ってきたボールはクロスバー直撃です。まあ、前下下選手は3トップで結構点を取りに行こうという姿勢はあるんですけども、はい、シャガムン選手さあこれも裏を狙ったボール、ヘディングでつないできましたが中への折り返しが通りませんでした。シャガムン選手は2トップというのもありますし、プレーを見ていても、まあ、どちらかでもまず守備から入っていこうというような感じなのかなというふうに思いますけどね。シャガムン選手はこの下のマップだけ見てると3バックですかね、4バックですね、4枚残ってますね、442のフォーメーションということになりますでしょうか。おそらく、はい、そういった形かなと思いますね。サイドの選手がまあ流動的に上がってきながらいろんな攻撃の形を作っていく、まあ、割とアーセナルですと前の3枚がキーになるというところで3トップを引いてくるような形も多く見られますけれども、シャガムン選手はここ442で来ているということですね。本当に縦にあの速いパス入れてそのままカウンターという狙いの方が結構多いんですけど、その中で結構慎重ですよね。さあここもアーセナルらしい形になります。やはりアーセナルはラインブレーカーを持った選手がたくさんいるということで、裏へのスペースの使い方というのが一つ攻撃のパターンになりますかね。そうですね。さあこの辺り一進一退の攻防が続いています。70分、試合時間も残すところ20分を切ってきました。前後半10分という試合、予選はですね、延長なし PK なしということで行ってまいります。さあ次の1点を取った方が勝利に近づくというところです。残り15分少々、まあ、両者とも、ね、引き分けはちょっと嫌でしょうから、勝ち点3を取りに行くでしょうね。そうですよね、勝ち点3を取っておきたいところ。さあシャガムン選手右サイドからラカゼットで仕掛けます。非常に足元も得意な選手。いい、ね、さあここでようやくです ね、 や、 そうですね、あやっぱり442 の、まあ、やはりその守備、まあ、ボランチを2人置いて、まあ、前下下選手の縦へのパスをカットしやすいような布陣を引いてますよね。逆に前上げか選手は433、はい、そうですね、まあ、相手によって変えるというよりも前上げか選手はずっとこの形を使い続けてますので、はい、
まあ、あのサイドの両ウィングの選手で起点を作りながらあの中盤の2枚、イオビとムフタリアンが上がってきたところなどをうまく使って最後は大場面でフィニッシュというような形を結構得意としてます、ね、さあスローインです。これは一旦戻してきました右サイドから、うん、ここを、ね、2人で取り切りたいですけどいいですね。さあここオバメヤンが持ちます。うん、細かいパスをつないでくる中通されるとというところでしたが、しっかりとキーパー出ました。結構シャガムンセージはあのサイドを崩したときにあの簡単にグラウンダークロスの中に入れてくるので、あの辺はね守りきるの結構難しいと思うんですよ。前川さんも通ってしまうと1点というところに、ねつながっていく、はい、まずは出させないように心がけないといけないですね。さあこのあたり細かいパス回しでつないでくるがこれは通りません。さあシャブスユーラーを狙ったボール、足の速いオバメヤンに通る、中を見て、うん、あよく守りました。いや集中してますね。あそこもパス出されることを読んでしっかりそこに選手をパス出たと。さあカウンターになります。ここからラカゼット左サイドから仕掛ける、前を使ってきた。さあいいですスピードがある。さあウェルベックから中決めたゴール。いや素晴らしい、素晴らしい得点シーン、後半時間がないところで決めてきました。大きな1点ですね。いやこれは大きいですね。いやしかも本当に苦しい時間続いた中であの少ないチャンスというかカウンターを沈めるあたりがさすがですよね。まあ、今のもいろいろできたかなと思うんですけど、まあ、今左サイドからスルーパスだったんですけども中を伺うこともできましたね、はいはいはい、でここで縦に左サイドから入れてきて、うん、ここでね、まあ、なんかあのすごい左から駆け上がって右足でのクロス、はい、このワンタッチが良かったですかね。うん、また結構その今作というかバランス的にはそのグランダークロスが強いって言われている中で今ちょっと前に選手が立っているのを見て、まあ、浮き球を使用したっていうのが素晴らしかったですよね。さあ2対1とスコアをしました。もう前上げか選手からすると時間を使って、そうですね、これは多分終わらせるために多少ちょっと守備、そうですね、攻撃さあ裏を狙ってきた、これも通ればというところ、ラカゼット惜しいシーンでした。今もう攻撃意識を最大限まで下げてあの守備に、重きを置いてますね。右下のところですけれども、はい、選手今ラカゼットと出ている左側の青いメーターがありますけど、これが一番下になってます。対してシャガムン選手は赤になっていると思いますけれども、これがですね、まあ、AI を含めてのチームとしての、まあ、攻撃意識守備意識というのを表しているようなメーターになります。前明香選手は割と引き気味に、うん、そしてもちろんシャガムーン選手としてはもう1点取りに行かなければいけませんから前がかりというところですけども、さあ今ホイッスルが鳴りまして2対1前明香選手が勝利です。いやー1点を取られてビハインドかなという形になりましたけれども、そうですね、逆転勝ちとなりましたね、はい、うん最後までこうねあの勝ちこの逆転のシナリオを見据えて、まあ、プレーしてたなというふうに印象を受けましたね。さあ今回はですね、はい、大会規定の確認なんですけれども、使用するチームが選手の総合能力が均一化された状態となります。はい、ペスリーグモードで使用可能なチームであればどのチームでもですねプレーすることができます。ただし大会を通じて使用するチームの変更はできません。ですので今 1v1 のグループステージを行っているんですけども、はい、これ仮にステージを突破してノックアウトステージに進んだ時にチーム変更というのができないと、うんいうことになりますね。試合時間は前後半の10分、選手交代は3人までとなります。選手の調子は普通、そして延長 PK はありません。さあそれではまだ引き続き試合が行われているところがありますので、B の試合を見てみましょうか。こちらがケビン選手 VS ファイダン選手、うん0対1となっていますが、おそらくファイダン選手が1点リードという形でしょうかね。まあ時間そんなにないですけど1点差ということはまだ分からないですよね。今ボールを持っているのが、ファイダン選手というところですね。はい、はい、赤のホームのユニフォームがケビン選手、うん、そしてアウェーのユニフォーム紫色のユニフォームがファイダン選手、これもまた見てください左側のフォーメーション。いやすごいですね。このフォーバックゴールキーパーと非常に近いですよね、うん、この置き方っていうのはどういった狙いがあるんでしょう。
まあやはりその結構フォーメーションどこで影響を受けるかというと攻撃の時にボールを持つ位置なんですけど、こうちょっと下げることによって、まあ、常にキーパーに近い位置、カウンターを食らいたくない、カウンターを食らった時に高いポジションを取ってほしくないというような狙いがあるのかなというふうに思います。この辺りは、まあ、アーセナル、はい、足の速い選手がたくさんいますから、奪って前まで、まあ、非常に早くかかれるというところでは、はい、まあ対戦相手も非常にアーセナルを使ってくるチームが多いというところも意識してというのはあるんでしょうかね。そうですね、まあ、逆に言うと今の布陣ですと中盤に大きなスペースが空くわけで、はい、この辺りの試合の運び方というところね、まあ、どうなんでしょうね。これ時間帯というのも考えてのあの形なのか最初からあの形だったのかというところもちょっと気になるのかなというふうに思いますけど、ゲーム展開が最初から終えていないので分かりませんが、そうですね、まあ、やはりビハインドでこの時間帯ですと自分の形っていうのはある程度崩してプレーする選手もいると思いますので、このウィニングイレブンらしい面白いところというのが、はい、実際のサッカーではまずありえないような5トップだったりとかっていうのが出てきて、時間によってはね、もう本当にディフェンスの選手を2人とか3人にして、はい、4人とか5人で攻め込むっていう、これはもうゲームでしか見られない面白さですからね。特に海外の選手は多いですからね、そういったプレー。海外の選手はそのあたり思い切ったプレーをしてきますよね、まあ、日本人は結構、おっと、惜しいシーンでした。まあ、日本人は比較的結構、まあ、自分のサッカーの形とか綺麗な形っていうのを、まあ、目指そうっていうプレーは多いんですけど、海外の選手は、まあ、傾向としては本当に使用というか強い動きっていうのをまあ、どんどんついてくる、そういったプレイヤー結構多いので、その辺フォーメーションに現れているのかなというふうに思いますね。まあ、良くも悪くもこう日本というのは型破りなことはせずに、そして外国人の選手というのは、はい、もう逆に言うと自分が形であるから、はい、ゲームのシステム上の型というのはもう全く気にしない、自分が置きたいようにフォーメーションを配置して、自分が攻めたいように守りたいように守るという、まあ、こういうところが逆に日本人選手からすると慣れて、おっとシュート打ってきました、こぼれ球、引き続きボールルーズになってますが、いや今のも間一髪でしたよね。さあケビン選手なんとか行ってほしいというところが決めてきた、ゴール1対1追いつきました。今のタイミング絶妙でしたね、本当にファーにあの選手が走り込んでるよく見えてましたよね。そしてあのボールの質もそうですけど、あれはもう明確に狙いを持って出してましたね。いやこの時間で追いついたのすごく大きいんじゃないですか。いやこれは勝ち点1と0っていうのはグループステージ突破というところになるとかなり大きく最終的には影響してくると思います。そうですね、逆に言うとファイザー選手からすると目の前まで見えていた勝ち点3が一気にこれ2減るということになりますから、大きな1点ですね。ちょっと苦しいですね、同じ引き分けでも。非常にヘディングでも点が取れるオーバーメアが決めてきました、クロスからの1点。そこがまた強いですよね、本当に裏のスペースをつくだけではなく、ああいったボールにも対応ができるので、まあ、割と逆にワンタッチシュートも得意で、はい、どこでも打てるオーバーメアン、スピードもありますし、はい、まあ、アーセナルがあのオーバーメアンをドルトムントから取った時はここまで核になる選手